薩摩3042です。今日はバンヘレン のパウンドケーキをやってみたいと思います。じゃあね、皆さんと一緒にやりたいので、まずはこの、マキタの、電動ドリルをご用意ください。今のね、電動ドリルはどうやら安全装置が働いて、こう手を離すとすぐに止まるらしいんですけど、この80年代のね、この3000シリーズですかね、それはね、こうやってね、離しても回り続けます。そしてですね、こっちに正転と逆転っていうのがあるので、逆転の方に合わせてみてください。それとですね、まあエディのマキタのドリルはちょっとね、充電が弱いのか、まあ回転数が足りないのか、僕のこれ持ってる方がね、回転数が高いので音も高いんですよね。まずやってみますね。まず手はこう上からこうミュートするね、ミュートするために上から、そしてリアピックアップに近づけます。ね、これもう衝撃な始まりでしたもんね。ちょっと短めに一回やってですね、そしてこれもうぐわーっとなすりつけるんです。そしてここに椅子をご用意くださいね、何か置くものね。そしてこの手をこうやって、といくわけですね、イントロは。はい、これね、音もこれちょっとね、ハイパーコーラスじゃないんですけど、ちょっとこのハーモナイザー的に音を作りましたので、この現場では非常にいい音、よく似た音ですね。はい、そしてソロですが、ソロね、この16フレット、3弦の16フレットもこうやってる間に、ここね、椅子に置いてる、このドリルを取らなあかん。はい、この音は絶やさないでくださいね。これ鳴ってるんですよ。これもうやったらピックアップいいので、もうすぐ拾いますね。そしてフロントピックアップに切り替えて、流れるように弾きましてですね、今度は、フロントピックアップね、まあ これね、ライブの時、ここ椅子を置くわけにはいきませんね。エディはドラムのとこにね座ってうまいことやってますけどね、そういう ドラムの高台がない場合のライブはですね、ボーカルの人に持っといてもらうとかね、対処してみてくださいね。僕も、まあ、持っといてもらおうかなと思ってるんですけどね。はい、今度はフロントピックアップに切り替わってるので前にやってくださいね。でちょっとこの回転数がちょっと、まあ僕の方がちょっとええやつっていうかね、まあこれも80年代からようこんだけ回りますよね。まあこれね、実際これ役に立つのかは分かりませんけども、まあ十分ね、パウンドケーキするんでしたらね、ぜひ中古をお求めくださいね。